市民の皆様、そしてこちら浦安情報局をご覧の皆様、新年明けましておめでとうございます。迎える本年はコロナ禍を経て、本市が新たなステージに向かうための歩みをさらに加速させ、10年先、20年先の将来を見据えながら、中長期的な展望のもと、より積極的に市政運営に取り組んでまいります。さて、今年の新春対談のお相手は、選手として日本を代表する保守として、またプロ野球界を引っ張り続け、引退後は指導者の道を歩んでいるこの方、読売ジャイアンツの阿部慎之助監督です。阿部監督、新年明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。まずはジャイアンツの監督就任おめでとうございます。はい、ありがとうございます。監督の就任が決まって心持ちはいかがなもんですか？まあ、本当に実感がなかったというか、それが正直な気持ちで、けどまあ年明けて、すごくね、もうすぐキャンプインが迫ってますんで、またまた身が引き締まる思いです。はい、浦安出身の監督でプロ野球、それも一軍の監督、ましてやジャイアンツ、これ本当にすごいことだと思うんですけど。いや、もう本当にありがたいお話をいただいて、浦安市民、喜んでくださってるか分かりませんけども、すごくね、僕自身も、この地で生まれ育ったんで、すごく嬉しく思ってます。はい。ジャイアンツではキャッチャー出身の監督初めてということですけども、そのあたりはいかがなんですか？本当に、まあ、保守出身が僕初めてなので、本当今不安がすごく大きいですね。はい、ワクワクしてる部分もありますし、どうなるんだろうっていうね、不安の方が今は大きいですね。それからあと背番号へのこだわりっていうものもあるっていうふうにお伺いしてるんですけども、やっぱり原監督から、ね、受け継がしていただいたので、原監督がつけた83番というのをね、そのままいい意味で受け継ぐということを込めて、原監督にお願いした次第ですね。はい、83番というのは原監督の現役の8番と長嶋さんの3番、はい、これを組み合わせた番号だって、それは本当なんですか？はそうですね、もう見ての通り、ね、偉大な2人の方なんで、それをね、受け継がせていただくんで、背中ではありますけどね。はいはい、これもまた身が引き締まる思いです。なるほど。はい、お二人を背負って来シーズン采配を振る、その姿を楽しみにしておりますけども、はい、さて阿部監督の経歴なんですが、野球を始めたのが小学校の低学年の時、お父さんの勧めで、軟式の野球チーム、今でもありますけども浦小クラブ、ここに入られたんですよね。はい、当時のその思い出だとか守備位置、そんなものは今と変わってるんですか？やはり最初からキャッチャーだったんですか？いや、キャッチャーはやってませんでしたね。まあ、特にピッチャーを中心にやってたかなとは思うんです。そしてその後、浦安小学校から浦安中学校、これは野球部に所属してたんですか？それともシニアとか？浦安のシニアに。はい、その時のなんか入団で一番記憶に残ってること、思い出なんかあれば。初めての公式ということで、すごく戸惑いを感じながらやってたのは覚えてますし、その当時体も小さくて、ややぽっちゃりしてたので、ついていけるかなっていうのが不安でしたね。はい、やっぱり伸びたのは高校入ってから、背が、中学校3年生ぐらいですかね。あ、そのあたりから、はい、そこから。はい、そして高校は安田学園高校で中央大学っていう形になると思うんですけども、はい、このあたりは自分でやはり、大学まで、行こうと、高校でドラフトとかっていう話はなかったんですか？高校でもお話いただいたんですけど、
まあ、自分がオリンピックに出たいっていう目標がありましたんで、まあ、そこで、大学進学するっていうので。で2000年にシドニーオリンピックの代表になるわけですけども、当時は監督は誰だったんですか？2000年当時の太田垣監督という方で、東芝の監督をされてた方ですね。はい、で、あとメンバーは？メンバーその当時はその当時ノンプロばっかり。いや、あの初めてプロとアマ混合で行って、今だったら黒木さんだったり、田口壮さん、中村典弘さん、古田さん、松坂、ね、あのいろんなそうそうたるメンバーが。え、松坂大輔の球をその時受けてるんですか？じゃあはゲームでは受けてなかったですけど、はい。そしてその年にドラフト1位でジャイアンツに入団。その後は打てる星として大活躍し、8度のリーグ優勝、3度の日本シリーズ優勝、そして WBC の優勝を経験してるんですよね。その時に、やはり成績だとか思い出に残ってる試合っていうのは、一番監督が思い出に残ってる試合っていうのはどの試合ですかね？まあ、たくさん印象に残ってる試合はあるんですけど、やっぱりジャイアンツで、2007年ですかね、初めてキャプテンに就任させてもらって、その時にそこから3連覇したっていうのがすごく、今でも鮮明に覚えてますし、2009年に、日本一になって、キャプテンとして日本一になってっていうのはすごく印象に今残ってますね。その時はキャプテンとして日本一になった時っていうのは、嬉しいというのと役割を果たしてほっとしたっていうの、どっちのが強かったんですかね？いや、もう本当に嬉しいのもありましたし、けど本当に疲労困憊でしたね。疲れ切ったと。はい、でもそれにしてもやっぱり浦安の出身の選手がジャイアンツでプレーするっていうのは、やはり浦安市民にとっても誇りでもありましたし、そして入団でもすごいのに活躍する、すごいことだと思うんですよ。2000本安打も含めて。はい、ありがとうございます。そういうことから引退後の2020年、まあ、引退したというタイミングで浦安市初の市民栄誉賞を贈らせていただいたんですけど、そして今日もですね、いくつか飾ってあるんですけども、現役時代のユニフォーム、グラブ、バット、これ今総合体育館の方に展示させていただいてます。そしてさらに浦安市の PR 大使というのも任命させていただいております。まあ、ふるさとと言ってしまえばそれまでなんですけども、監督にとって浦安とはどういった場所なんですか？まあ、僕はあの育てていただいた町、もうこの一言につきますね。はい、本当に。例えば一番浦安の中で好きな場所。好きな場所、まあ、あの僕は幼少期には、近くに、今猫座根の今あるのかな、トヨタのとこに大吾さんのバッティングセンターがあったりとか、それが終わってからは、どこだ、東海大浦安の並びにあるバッティングセンター、ありました ね、はい、ね、そこによく、通っていたので。バッティングセンター以外は何かないんですか、監督？そうですね、本当に野球が好きで、自分が下手だっていうのは分かってたんで、あのとにかく練習人よりするっていうのは自分で決めていたの。先日ですね、浦安中学校の野球部、これが全国出場したんですよ。これ浦安の公立中学校では初の快挙だったんですけども、だから監督の後輩が初めて、はい、それも公立の野球部として軟式なんですけども全国大会に出た。もうだから監督の活躍っていうのは浦安のその子どもたちの力にもなってるというふうに思うんですけども、そこに関しては自分がこのふるさと浦安に対してどういう影響を与えてるかっていう実感っていうのはありますか？いや、もう実感は本当にないんですけども、
まあこうやって今お聞きしたね、中学校の野球部が全国大会だったり、まあ浦安はすごくスポーツの町だと僕は思ってますんで、はい、まあそれがね、何か僕がきっかけでもっと盛り上がっていただければ嬉しいかなと思います。はい、まあ盛り上がりっていうことで、はい、昨年は野球界大変盛り上がったと思うんですけども、うん、まずは WBC、 これについてご自身が出場した時と、その今度昨年はコーチとして選手を出す側の立場で、そこら辺と比較しながらどういうふうにお感じになってました、見てて。まあ、やっぱりあの羨ましさっていうのもありましたし、もちろんあの送り出した選手はね、頑張ってほしかったですし、であの雰囲気ってやっぱ選ばれた選手方々にしか経験できない、あの非常にね、あの価値のある大会なので、僕ら見てても感動しましたし、まあ、それ以上にね、あのファンの方はもっと、感動していただけたんじゃないかなとは思いますけどね。私も見てて非常に本当素晴らしくて、なんかなんていうんですかね、チームの一体感とそれに勝利に対するこの姿勢っていうのは素晴らしいなと思ったんですけども、それからこのところ本当に大きなずっと話題に続いてますけども、大谷翔平選手、この大活躍っていうのもあるんですけども、阿部監督は大谷選手とはご面識はあるんですか？いや、あんまり、まあ、対戦したことはありますけど、まあ、話したりっていうのはしたことはないですかね。そうすると今の大谷選手、メジャーであんだけのものになった、俺がもしメジャーに行ってればもっとすごかったぞとか、そういうイメージじゃないですかね。そこはね、もう彼はあの別次元ですからね、やっぱりその日本だけじゃなくて、もう世界にその日本人の凄さっていうのをね、あの見せつけてくれた選手の一人でもありますし、まあ、本当あそこまでの選手っていうのはもう、僕たちが生きてる中ではもう出てこないんじゃないかなとは僕は思いますけどね。でも、はい、キャッチャーでいうと城島さんなんか言ってるじゃないですか。監督はメジャーに行ったら行こうっていう気はなかったんですか？いや、行きたい気持ちはありましたけど、やっぱりキャッチャーっていうポジションですから、まあ、語学も堪能じゃないといけませんし、まあ、英語圏、スペイン語圏とかね、いろんな世界から集まってきますんで、まあ、多分そこのコミュニケーションでちょっと苦しむんじゃないかなっていうのはあってですね、あの断念しました。難しい質問させていただいてよろしいですかね？はい、大丈夫です。野球の魅力って何なんですかね？見るスポーツでもあり、やるスポーツでもありっていうところで。そうですね、まあ見てる人もプレーする人も、まあスポーツ全般だと思うんですけど、まあその喜怒哀楽がね、すごく激しくてっていうスポーツだと思うので、まあ、そこが一番の魅力じゃないかなとは僕は逆に思ってますね。はい、あのプロ野球選手を目指して今頑張ってる、またこれから目指そうという子どもたちに何かアドバイスありますか？そうですね、まあ、とにかく僕もそうだったんですけど、体も小さかった、まあ上手ではなかったっていう人でもプロ野球選手にはなれるはずだっていうのが、僕が証明できたんじゃないかなと思いますし、やっぱりその練習は嘘つかないんだなっていうのも僕がやってきて感じたことなので、とにかくやっぱりそうだな、最初言いましたけど、やっぱり野球をもっと好きになって、興味を持って、自分が上手くなりたいっていうのをね、もっと思ってもらえたらいいかなと思います。はい、新しい年がスタートしたわけですけども、監督として
今年をどのようなシーズンにしたいですかね。まあ本当にこれからどうなるかっていうのが、未知のこう旅が始まるんですけども、とにかく辛抱して我慢して、まあ選手のいいところを全て発揮させてあげられるように、こちらができれば、おのずと、優勝には近づけるんじゃないかなとは思ってます。多分皆さんが一番監督に聞きたいこと、ズバリ優勝はしますかしませんかって言ったら一言しかないですよね。そうですね。それを言ったら優勝しませんって言ったら怒られてしまうんで、とにかくみんなのねチームの選手たちを信じて、信じれるかどうかが優勝の鍵になると思いますんで、優勝を目指さないチームはないんでね、とにかく最後はみんなで笑いたいなと、優勝して日本一になって、またこの浦安に戻ってこれればなと思います、頑張っていただければというふうに思います、はい。浦安もコロナ禍が終わって、これから街の中でいろいろな取り組みを進めていくんですけども、やはり、みんなの笑顔が輝くような、熱気あふれる活力あふれる街を作っていきたいというふうに思ってます。そんな中で、コロナ禍収まってきたということで、今年は8年ぶりに、お祭りの方も行われますけども、もう昨年のうちからだんだん盛り上がってですね、その熱気が伝わってきてるんですが、監督はお祭りの思い出っていうのはありますか。いや、小さい頃からずっと、見ていて、すごく、血が騒ぐというか、そういう思いもありますし、すごく楽しみに、子どもたちも大人の方もね、みんなが楽しみにしているお祭りだと思いますので、なかなか、そうだな、高校大学の時、プロもそうですけど、見には行くんですけど、なかなかやっぱ担げなかったっていうのは、怪我のリスクがあったんで、担げなかったんですけど、やっぱりね、すごく、見た時はやっぱ羨ましかったですし、血が騒ぎましたね。多分シーズン中なんで、6月ですから、参加するっていうことはなかなか難しいのかもしれないですけども、ぜひともですね、こっそりでもいいんで帰ってきていただければというふうに思います。日程が合えば木陰からこっそりと覗いてようかなと思います、で多分本当ね、怪我のリスクって現役時代ともう違うんで、おみこし担いでちょっと怪我しても声を枯らしても大丈夫だと思うんで、ぜひとも一緒に参加していただければと思います、では最後にですね、市民の皆さんにメッセージをいただいてもよろしいですか。浦安市民の皆さん、明けましておめでとうございます、ジャイアンツの監督に就任しました阿部慎之助です。浦安ってすごいね、僕にとっても大事な町ですし、死ぬまで、出身っていうのは変わりません。本当今年こういう立場になってですね、また、皆さんに少しでも見ていただけるように精一杯、やってみますんで、浦安からもね、東京ドーム近いですし、ぜひ、足を運んで応援してください。ありがとうございました。っていうなので終わりかと思うんですが私も野球ファンの一人として、ちょっとお聞きしたいことがありますので、この際大丈夫ですよ、お聞かせいただければと思うんですが、現役時代、一番苦手だったピッチャー、また一番すごいなと思ったピッチャーは誰ですか。一番打てなかったのスタンリッチっていう阪神のピッチャーですね。一番すごいなと思ったピッチャーは、すごいな、2002年の桑田さんですね。あと一番こいつは楽勝だったっていうピッチャーは。楽勝だった、
まあ楽勝じゃなくて、まあ好相性にしときましょうか。好相性好相性なのは、そうだな、まあヤクルトの石川さん、横浜現監督の三浦さん、ヤクルト、まあヤクルトの、立山さん、くらいですか。あの好相性だったのはですね。なるほど。そうす、あとキャッチャーとして今のピッチャーの中で受けてみたいピッチャーって言いますか。大谷翔平受けてみたいとか。それは大谷君受けてみたいですね。ダルビッシュ受けてみたいとか、あと若手のこのピッチャーでこれだったらっていう、まあそれを他の球団に言っちゃうと大変なことになるんで、あんまり言えないかもしれないですけど、まああの、いろいろなピッチャー受けてみたいですし、受けるのは可能かもしれないので、ね、キャンプで目慣らししてチャレンジしようかなと思います。はい、分かりました。はい、本当監督ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ぜひとも優勝を目指して頑張ってください。はい、ありがとうございました。ここで番組からお年玉プレゼントです。読売ジャイアンツ阿部慎之助監督の直筆サイン色紙を抽選で3人の方にプレゼントします。宛先は阿部監督サイン色紙プレゼント係まで、お名前、ご住所、電話番号、番組の感想を記入し、 E メールまたはファックスでご応募ください。締め切りは令和6年1月31日です。皆様のご応募お待ちしています。
年明けましておめでとうございます。ブラック広場は新年1月6日から始まります。1月7日ゴマ回し大会、ベーゴマ大会、1月8日書き初めがあります。遊びに来てね。明けましておめでとうございます。今年は縄跳び頑張ります。明けましておめでとう。今年のプール頑張るね。明けましておめでとうございます。昨年はいろいろなところからたくさんの応援をいただきました。また徐々に入会者も増えつつあります。本年も浦安の伝統文化おしゃらく踊りを次の世代にと会員一同頑張ってまいります。応援のほどよろしくお願い申し上げます。新年明けましておめでとうございます。浦安 D ロックスは2024年ディビジョン1昇格を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。